行列ができる激安店に秘密あり。まあ何でも高いのでもありがたいです。お財布に優しいです。本当に助かりますね。価格高騰の中でも激安を維持できる理由とは。安く買っても安く売れ、高く買っても安く売れ、これに尽きるんじゃないかなと思います。阿蘇の小さなスーパーから県内5店舗を展開する人気スーパーに。目指しているのは記憶に残る感動をする、やっぱり一番店を目指したいな。業界の風雲児、個性派スーパーの売れまくる舞台裏に迫ります。我々の味方ですね、うん舞台となるのは中央区萩原町にある宮原 Z 南熊本店。モットーは食費を半分に、値上げ時代の強い味方です。値段が安いのでお財布に優しいです。助かります。本当だから皆さん多いんだと思う。もうここで買い物しつけたらなんかよそに行きたくないっていうか。週末になると開店前から長蛇の列。市内中心部ということもあり、駐車場もすぐに満車に。3年前にオープンしてから毎年売り上げが伸び続けています。そして朝9時開店。開店直後から多くのお客さんが入店。多い日には1日およそ3000人が訪れるといいます。こちら飲料水コーナーなんですが、ご覧ください。なんと69円、100円を切る安さですね。飲料水はほとんど市場の半値ほど。さらに宮原の売れ筋といえば、野菜が今高いから野菜を買おうかなと思ってて。卵と野菜です。肉が安いのが一番助かります。今日ブドウで買ったんですけど、うち近くのスーパーは2000円近くするけど、そこ半額ですもんね。主力商品である野菜、高騰の波を受けてもレタスやキャベツなどは107円、10個入り卵は194円。不漁で値段が上がっているサンマも宮原なら1尾215円。そして一般のスーパーでは1キロ6000円の和牛肉が宮原では3333円。この量でお安いですね。さらに店内で調理している宮原名物激安弁当、これすべて270円。これって1日どのぐらい作るんですか。400ぐらい。450円弁当だけです。中でも一番人気はあごだしで下味をつけたボリューム満点唐揚げ弁当。他にも惣菜のジャンボチキンカツなども。安く大量に仕入れた食材をスタッフ自ら調理することで低価格を保っているんです。なのでついつい皆さん大量買い。なんでこんな買われてるんですか。安いから今何でも高いのでもありがたいです。ほとんど毎日来てます。すごいたくさん買いましたね。娘に送るんで本当に助かります。他のスーパーじゃ買えないなと思って高くて我々の味方ですね、うん、ではどうやって激安価格を維持しているのでしょうか。その秘密は徹底した仕入れ術にありました。うちのお客さんはあれ、まあ物はいいんだけど99円で喜んでもらえるかなと思うんで、まあ、最初のメーカーさんからのあれだと少しねちょっと厳しいかなと思うんで、もう一遍メーカーさんと揉んでもらって2000ケースぐらいありそうよね。2000ケース弱ぐらいですね。あと5円ぐらい下がるとほらなんか思い切って数いけるかなと思うんで。84円とかどうですか。大丈夫。あ、もうとりあえずもう行きます、はい、わかりました。業者が希望する量はなるべく引き受ける代わりに仕入れ値を極限まで抑えるのが宮原流。買い物客が買ってくれる値段はいくらか、その値段を基準に仕入れ値を決め徹底した交渉を行います。まあ、一般の小売店さんはですね、こう原価があって、
まあ、利益があって売価をつけられていると思うんですけれども、私の場合はこうどちらかというとお客様が喜んでいただける売価が最初にあるので、案内を受けた時にこの商品はお客様がいくらだったら喜んでいただけるだろうっていうのがあるので、そこから逆算して原価の方をまあ話をするようにしてるんですよね。ただ宮原の人気は安さだけじゃないんです。うちはその変な人がやってる変な店っていうコンセプトもあるので、あの私の個人的な家庭の話とかですね、どうでもいい話をして、もうお客さんの方にもあのどうでもいい話長々としてすいませんってたまに言ったりもしますけど。それが今日はですね、いつもの土曜日にも増してですね、びっくり商品びっくり価格の目白押しと、岡山産の本場のシャインマスカットがですね999円ということで、なぜかというとですね、福岡産がもう終わったそうです、産地がですね。ということでグレード何段階もアップしてですね999円ということで、これ大丈夫ですかということでチーフの方と話しましたけども、今日決算でしょということで。店内見てると、はい、すごくコップが多い気がするんですよ。ああ、はい。このコップって、はい、あ、これ私のですね。まあ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 最高傑作のブルーに入るんじゃないですか。自由にやれと言われると案外難しい。思いません？思います。店内に流れる軽妙なアナウンス、そして店内に貼られたユニークなポップ、それらの工夫でお客さんとの距離を縮め、購買意欲を高めています。宮原は阿蘇一宮町の小さな駄菓子屋と果物店が始まり、それから70年以上、今では県内5店舗を展開するまでに成長。その立役者が4代目社長の宮原瑠美さんです。もう安いもんだけを集めた、そういうスーパーで、やりました。今日はキャベツあるけどトマトがないとかですね、マヨネーズあるけどケチャップないとか、安いものをお客様に提供する。品揃えではなく安く仕入れられた商品だけを並べる、大手スーパーがやらなかった手法です。店の利益が悪くてもやってくることができたのは、お客様になるだけ食費を半分にっていう思いで、主婦はですね、やっぱ家計のやりくりって大変なんですよ。そこのお手伝いがね、少しでもできたらいいかなというふうに考えてます。今では安さの宮原のイメージが定着し、多くのファンを獲得。徐々に品揃えも増やしていくことができ、売り上げを伸ばしていったんです。店はお客様のためにあるというのがもう全ての最初にありますので、安く買っても安く売れ、高く買っても安く売れ、これに尽きるんじゃないかなと思います。目指しているのは記憶に残る感動をする、やっぱり一番店を目指したいなというふうに思います。お客様の笑顔が一番の儲け、それこそが宮原スタイルです。